お疲れ様です。エリナです。今日は3連休最終日、日曜日ということでお出かけをしてきました、えー。新北部でスジョンガという飲み物を飲みました。シナモンと生姜のもので、なんかすごく甘かったです。そして大好きなヨップの大豚に行ってきました。サムギオプサル最高。そして餃子に肉大好きです。なんかこんなところにハートがありました。お肉お借りしちゃいました。 そしてホットクを食べに来ましたなんかすごい行列ができていて15分くらいかな待ちましたねポポホットクというとこに来ましたなんかネットでも1位に選ばれたみたいでえ大久保北公園ででいざ実食ですこちらハニーホットクでもう出来たて熱々で美味しいのとすごく甘くてナッツが入っていてちょっと香ばしい味わいがありました 本当にこれからの寒い時期おすすめです。見てくれてありがとうございました。明日から頑張りましょう。バイバーイ。